スイタサービスエリアは、大阪府スイタ市、岸部北4丁目の名神高速道路上にある、サービスエリアである。1963年7月16日に、共用開始。当時はトイレのみのサービスエリアであった。同年12月27日に給油所、1965年7月8日に、売店、1968年2月20日に、無料道路案内所が、 営業開始。本線を渡る歩道橋があるので、駐車場、ガソリンスタンドを除き、小牧方面、西宮方面の施設を相互に利用が可能である。歩道橋を設けたのは、レストランが上り線にのみしか設けられなかったため、下り線からも利用できるように配慮したためである。なお当初は、本線上をまたぐオーバーブリッジタイプとすることも提案されたが、 建築基準法に触れることや、費用の問題から採用とはならなかった。下り線の休憩施設が、本線側にあったためか、逆走事故が多く発生したため、逆走防止装置が設置されている。上下線とも建物内の店舗は頑固、フードサービスが運営している。水田市江坂町の国道423号との交点付近には、名神水田バスストップが設置されていた。 名神高速を経由する高速バスが停車していたが、1970年代、中頃に廃止された。現在でもバスストップへの階段が残っている。名神空いたバスストップあたり SA のトイレにて、女性トイレが混雑している際、一部の女性が男性トイレを利用するという出来事があった。このため、ネクスコ西日本は、今だけ男をしないようにという張り紙を男性トイレの、 入り口に張っている。高速道路における逆走事故とその対策について、西日本高速道路株式、会社保全サービス事業本部、保全サービス事業部交通グループ、2010年4月、男子トイレで、今だけ男は禁止。スイタ SA が、おばちゃん対策してた。withnews.jp。2021年5月13日閲覧。 ありがとうございます。